今年の目標も勝利です。勝たないとやっぱ上に行けないですし、勝たないと目標である昇格もできないですし、まずその J1 に昇格するってことを目標に戦っていきたいので、そのためには多くの勝利が必要だと思いますので、毎試合毎試合勝利目指して、サポーターの皆さんと一緒に喜べる数をより多くしたいと思いますので、勝利という字にしました。まあ本当に J1 昇格するために本当にやっていきたいなというふうに思いますので、チーム全員で戦っていきたいと思いますので、後押しよろしくお願いします。今年の目標は昇格です。昨年昇格を目標にやってきましたけど、目標達成できずに、非常に申し訳なく思いますし、今年本当に上がらないといけないシーズンだと思いますので、クラブ一丸となってこの目標に向かってやっていきたいと思います。2021シーズン、しっかりとジュビロ磐田らしい戦いをして、何としてでも J1 に昇格したいと思います。応援をよろしくお願いします。今年の目標はこれです。まあ、もちろんまずは J1 昇格っていうのは第一にあるんですけど、その中で、昨シーズン、全試合出場を目前にして、出られなかった悔しさもありますし、自分が全試合出場して、もっとゴールやアシストをすることで、J1 昇格にの助けになればいいかなと思います。今シーズンこそ、チームの目標である J1 昇格を果たせるように、昨シーズンの悔しい思いを胸に、チーム一丸となり頑張っていきたいと思います。今シーズンも熱い応援よろしくお願いします。今年の目標は J2 優勝と10ゴールです。J2 優勝っていうところは もちろん何よりも大切な、皆さんと共有している目標だと思っています。何が何でも成し遂げたいと思います。10ゴールっていうところは、昨シーズン本当に不甲斐ない結果、個人としてもチームとしてもそういう結果に終わってしまった中で、改めて自分が絶対的にチームの勝利だったり昇格に貢献するために、とにかく今年は得点にこだわってプレーをしたいなっていうふうに考えているので、まだ自分自身2桁取ったこともないんですけど、この目標を達成できるように頑張りたいと思います。とにかくここに自分で書いた目標をしっかりと達成できるように全力を尽くしたいと思います。今年も応援よろしくお願いします。今年の目標は点を取ることです。どんだけ失点しても、前線の選手がたくさん点を取ることで、チームとして勝つことができるので、この目標にしました。常に前を向く姿勢だったり、ボールをもらったらシュートっていうイメージをたくさん持つことが大事かなと思います。今年こそは J1 昇格するので、今シーズンも応援よろしくお願いします。今年の目標は優勝と結果です。昨シーズンも含めて、チームとして昇格、J2 優勝っていう目標を掲げてたんですけど、叶わなかったんで、今シーズン何としても、J2 優勝して昇格するっていうところと、この結果に関しては個人としてゴールアシストっていう結果にこだわって、チームの力になれるように頑張りたいと思います。昨シーズンは、皆さんにとっても、大変な時期の中で、J1 昇格っていう目標に向けて、戦ったんですけど、目標を達成できずに本当に申し訳ない気持ちで、いっぱいですが、今シーズン必ず J1 昇格できるように頑張りますので、今シーズンもサポート応援よろしくお願いします。今年の目標はスタメンダッシュです。本当に昨シーズンは、スタメンで出続けられなかったことと、本当に、大事な時にチームの力に、なりきれなかったことが本当に自分の中で悔しく思ったので、今年こそは本当にスタメンを勝ち取ってチームに欠かせない存在になっていかなければならないっていう決意を込めて、これにしました。どんな起用法でも1分でも出たら本当に点を取れるような選手になっていきたいなと思いますし、2桁取りたいっていうのもあるんですけど、それ
に向けてまずは本当にスタメンを取ることかなと思って思います、うん。今シーズンは J1 昇格に向けて、またチーム一丸となって、スタートするので、今シーズンも温かい応援よろしくお願いします。今年の目標はこれです。 J1 昇格です。もう誰もが間違いなくこれが一番の目標だということを分かっているので、これをチーム全員でサポーターの皆さん全員で、成し遂げられるように頑張っていきたいと思います。まあ、監督の下でだいぶ統率の取れた守備がすごい去年の中からでもすごいできてはいたので、その守備を継続するとともにもっともっと失点数を減らして、チームとして連動した中でオールを取って、それを攻撃につなげていけるように、まあ、守備も攻撃の一歩目だと思うので、それを忘れずに戦っていきたいと思います。もっともっと今年サポーターの皆さんと喜べる機会を増やしていって、最終的には J1 昇格 J2 優勝という目標を達成できるように頑張っていきます。応援よろしくお願いします。今年の目標は得点です。J1 復帰するためにやっぱり得点が必要なので、まあ、チームに貢献できるように得点を取るということが目標です。去年アシストまでで止まってしまったので、まあ、やっぱり結果というところで得点を少しでも多く取って J1 復帰に貢献できたらなと思ってます。やっぱり簡単な世界ではないので、やっぱり日頃の練習から積み重ねていって、あの舞台でしっかり点を取れるような選手になりたいと思っています。今年は、J1 復帰できるようにチーム一丸となって頑張りますので、応援よろしくお願いします。今年の目標は J1 昇格です。まあ、チームとして J1 昇格っていうのを目標で掲げているので、 J1 昇格と J21 位を狙って頑張ります。自分の特徴はボールダッシュと運動量なので、そこをどんどん出してチームに貢献したいです。自分の特徴を出してピッチの上で勝利に貢献できるように日々頑張っていくので、応援よろしくお願いします。今年の目標は試合に出ることです。去年3試合しか出れなかったので、今年は、まあ、個人的にはちょっと A 規約を早くしたいっていうのがあって、まあ、それに向けてたくさん試合に出たいと思います。練習でも試合でもやっぱり監督、コーチ、選手に自分の良さをアピールして、できることを示さなきゃいけないので、練習試合でもアピールし続けたらでいけたらいいと思います。今年こそは昇格するので、応援よろしくお願いします。今年の目標は飛躍です。なぜ飛躍にしたのかというと、去年は6試合試合に出させていただいて、まあ、自分自身勝利に貢献できなかったという思いがすごい強いので、まあ、試合に出たい、もちろんそれもありますけど、まあ、試合に出て勝利するのというのと、まあ、プレーで勝利に貢献するという気持ちが出せればいいなという思いで、そして活躍して、ステップアップできるように飛躍という言葉にしました。今年はスタートから活動に参加させていただき、プロ、まあ、2年目なんですけど、まあ、若手なので若手らしくがむしゃらに頑張っていきたいと思いますので、今年も応援よろしくお願いします。今年の目標は優勝です。去年、まあ優勝というか J1 昇格できなかったので、今年こそは J2 優勝して J1 に昇格できるように頑張ります。簡単な試合は一つもないと思うので、チーム一丸となって同じ目標に向かって、日々練習していけたら優勝という目標につながると思うので、まあ、練習から切磋琢磨して頑張っていきたいと思います。今年1年間厳しい戦いになると思いますが、また熱い声援をよろしくお願いします。今年の目標は戦うです。もちろんチームの
目標である J1 昇格のためには一戦一戦チーム全員で、まあ、個人もそうですけど全力で戦っていくことが大事だと思うのでこの言葉を選びました。自分の持ち味である左足のキックの精度であったりあとは運動量という部分を、毎試合毎試合、全力で、発揮していけば、J1 昇格に貢献できると思っているのでその部分を前面に発揮していきたいです。ピッチ内外問わずチームに貢献していきたいと思うのでよろしくお願いします。そしてプレーはもちろん加藤千春という人間もどんどん知ってもらえたらなと思うのでよろしくお願いします。